ご通行中の皆さん、こんにちは。ちょっとお騒がせいたします。今ね、この週刊新潮でこの法の散り際の安倍昭恵っていうね記事、これ皆さんどう思います？この散り際ですよ、散り際の安倍昭恵ですよ、呼び捨てですよ。これ週刊新潮ね、とんでもないと思いません？とんでもないでしょ。その安倍昭恵さんってね、そのただ単に自分のご主人が今総理大臣の職に就いているというだけであって、一般人ですよ。私たちと何も変わらない一般の民間人なんですよ。何の公職にも就いていない、別に選挙の洗礼も受けていない、公人じゃなくて私人なんですよ。私たちと同じなんですよ。このね、ただたまたま自分のご主人が今総理大臣であるというだけ、それも別に総理大臣って永遠にね総理大臣じゃないから、今たまたま総理大臣であるというだけで、これだけの恥ずかしめを受けるんですよ。皆さん、おかしいと思いません？おかしいでしょ。つまりその公人じゃないんですよ、公人じゃない、私人なんですよ。安倍昭恵さんは公人だったらね、ある程度プライベートなことをね、スキャンダラスに扱われるのも仕方がないかもしれませんよ。しかし安倍昭恵さんは私人なんです。名誉職というのはね、名誉職というのは、これは要するにそのボランティアみたいなもんなんですよ。だから総理大臣のご夫人である今、その名誉職としていくつかの職務を、なさってるけれども、これは別に安倍昭恵さんがね、何かお金をもらってやってるとかね、自分のプラスになるからやってんじゃないわけですよ。日本はね、女性皇族方もみんなそうですよ。例えば赤十字とかね、福祉関係の団体の名誉総裁とか、そういう名誉職を務めてらっしゃる、これはその名誉職についてもらってる方がプラスになるんですよ。誰々さんが今名誉総裁であるとかね、そういう有名な方のお名前をいただくことによって、その団体の寄付金が集まったり、その団体の会員が増えたり、その団体にとってはプラスになるけれども、頼まれた方にとっては別に何のプラスにもならないんですよ。ただね、女性皇族方もそうですけれども、日本のためにという気持ちで引き受けていらっしゃるだけなんです。だから安倍昭恵さんがね、こんなに恥ずかしめを受けるっておかしいでしょ。皆さん、そう思いません？日本はね、こんな国ではなかったと私は思いますよ。で、韓国をね、例えば、まあ、韓国を引き合いに出すのは悪いんだけれどもね、韓国ではですよ、例えば財閥のオーナーが自分の父親であるというだけでですよ、ものすごい無理を通すわがまま娘、わがまま女がいっぱいいるわけですよ。皆さんもう忘れてしまったかもしれないけどね、大韓航空というね、韓国の飛行機会社のオーナーの娘がね、自分にね、飛行機の中で出されたピーナッツもね、出し方が悪いっていうだけでですよ、その天井、アテンダントをね、怒鳴りつけるとかね、それどころか飛んでる飛行機を元に戻せ、着陸させろって言って暴れたんですよ。皆さん、このナッツリターンっていうのもう忘れました？夏姫って言われたこの韓国のね、財閥のオーナーの娘、韓国では自分の父親が財閥のオーナーだというだけで、これだけのわがままが通るんですよ。あとね、そのパク元大統領、まあ、今もう捕まってしまいましたけれども、女性大統領がいました。そのパク大統領のね、友達と言われているチェ・スンシルという人、この人はですよ、自分の娘が乗馬が得意だというだけで、大学にね、それまでなかった乗馬部を作らせたんですよ。自分のたった一人の娘がね、乗馬がただ得意だというだけでね、大学になかった乗馬部を作らせる、それだけの権力とかね、権威を傘に着て威張ってる女が隣の韓国にはいるわけですよ。しかしね、皆さん、安倍昭恵さんが一体何をやったっていうんですか。たとえね、100歩譲ってね、この土地はいい土地だから前に進めてくださいって言ったとしますよ。でもそれの一体どこが悪いんですか。それに実際はそう言ったんじゃないんですよ。この土地はいい田んぼになりそうですねって言ったっていう、ただそれだけなんですよ。いい田んぼになりそうですね、これ一体どこが悪いんですか。
本当にね、こういうくだらないことでね、国会を空転させてるのが野党なんですよ。あの立憲民主党のね、幹事長をやってる福山っていう、福山っていうのいるの知ってます皆さん、立憲民主党の幹事長。この人がね、バカ丸出しなんですよ。この人が安倍昭恵をね、承認喚問しろとか言ってるんですよ。承認喚問っていうのはですよ、もし間違った答弁をしたらば偽証罪でね、告発されるんですよ。そんな何のね、証拠もないのに、なんで安倍昭恵さんを承認喚問に呼ばなきゃいけないんですか。万が一呼んだとしても何にも出てこないですよ。ただ単にね、時間をね、また浪費するだけなんですよ。また国会を混乱させるだけ。こんなことを主張してるのが今野党第一党ですよ、立憲民主党。野党第一党のね、幹事長なんですよ、この福山っていう男。この福山っていうのがね、またバカ丸出しでですよ、この間の佐川理財局長のその説明がね、理解できないらしいんですよ、佐川さんの答弁がね。佐川さんが56回も答弁拒否したっていうことを言ってるんですよ。それね、佐川さんが自分のやったことについては今現在その、検察が調査してるのでね、答えられないと言いながら、安倍首相が関与しなかったとかね、安倍昭恵夫人が関与しなかったということは、これは明確に否定しているというんですよね。で、否定してるんですよ。で、どうしてね、その安倍首相とか安倍昭恵夫人の関与は明確に否定するのに、自分のことは一切答えないのか、これは不可思議だって福山が哲郎が言ってるわけですよ。で、これに対してね、北村春夫弁護士っているじゃないですか、行列ができる、弁護士、行列ができるね、相談所の北村春夫弁護士が説明してあげてるわけですよ、福山に対して。いやいやいや、そうじゃないんですよ。佐川さんはね、その公文書偽造に関わってるかもしれないわけであってね、その自分にとって不利になることは答えなくていいんですよ。自分にとって不利になることは答えなくていいという権利があるんですよ。だから佐川さんは自分のやったことをその答えないのはこれはいいんです。しかし安倍首相とかね、自分ではない他者がね、関わっていたか関わっていないか、これは答えていいんですよっていうふうに北村弁護士がね、説明してるわけなんですよ。でも説明されてもね、福山さんよくわからないらしいんですよ。つまりね、当事者と当事者ではない人の立場の違いというのが、この福山さんはどうもね、理解できないらしい。皆さんね、この程度のね、法律の知識ですよ、この程度の法律の知識でね、野党第一党の幹事長を務めてるんですよ。信じられます？あまりにも無知でしょ。で、その無知だということをね、テレビで堂々とね、無知を晒せるんですよ。この神経、これはどう考えてもね、日本人じゃない。まあ、福山さんってね、元陳さんっていうらしいんだけれども、まあ別に元陳さんでもいいですよ、張さんでも金さんでも別にいいんですよ。別にね、帰化すればね、まあ確かに日本人だから国会議員はやるのはいいんですよ。しかしね、帰化して日本人になったんであればいいですよ。日本のために仕事をしてもらわなきゃ困るんですよ、ね、何のために帰化したんですか。日本を貶めるために帰化したんですか。私はね、別にその外国人が帰化をして日本人になりね、国会議員になるということを別に否定はしませんよ。本当に日本のために働きたいと思って帰化して国会議員になる、これは立派ですよ。そういう人もいますよ、中には。しかしですよ、朝鮮半島の出身者というのはなぜか一人も例外なく日本のために働こうというね、人がいないんですよ。これおかしいと思いません、皆さん。何のために国会議員になってんですか。ただ単に国会を空転させ、今一番大事な北朝鮮問題を議論させないために国会議員になってるんですか。けしからんでしょ、皆さん。この福山のね、バカ面、本当にね、見るに耐えないですよ、あの福山のバカ面がね。
まあ福山はねバカだ、まあ福山はバカなんですよ要するにね。でこういうねバカの言うことをいちいち取り上げるマスコミって一体何なんだろう。このね福山とか蓮舫とかねこういうバカの言うことをねいちいち記事にして取り上げるマスコミ、このマスコミをね今日はちょっと糾弾したいんですよ皆さん。皆さんね放送法っていう法律があるのご存知ですか。テレビのその番組というのはですよ、本来は放送法を守って番組制作をしなければいけない。この放送法の中に4条というのがあります。放送法の4条の中にはですよ、まあ、政治的なことに関してはその例えば意見が分かれるような問題に関してはですよ、賛成の人反対の人両方の意見を公平に取り上げなければならないという放送法4条というのがあります。しかし皆さんテレビがこれを守ってると思います？放送法4条テレビは守ってるんですか？守ってないでしょ。去年のね平和安全法制の時、あ一昨年か、平和安全法制が国会で成立した時ですよ、毎日毎日この平和安全法制に反対する人の意見ばっかり、コメンテーター最初から最後まで全部この平和安全法制に反対だったんですよ。おかしいと思いません？皆さん、国会でね多数を占めてるのは自民党なんですよ。国会で多数を占めてるってことは国民の多数が支持してるってことじゃないですか。そうですよね。で国民の多数が支持している政党が進めている法案をですよ、テレビがですよ反対する、コメンテーターがみんな全員が反対、こんなのおかしいでしょ。皆さんどうしてこんな番組ができるんだと思います？つまり放送法というのには、ね、罰則がないんですよ。放送法には罰則がない。いくら、ね、放送法を破ってもテレビ局を罰する方法がないんですよ。これおかしいでしょ。放送法とか、ね、電波法というのはこれは日本が大東亜戦争に負けて占領されていた期間、GHQ によってその日本の主権が奪われていた時代にできた法律なんです。そしてこの放送法には罰則がないです。だから実際問題ね何もできないんですよ。政治家もそして管轄官庁である総務省も何にもできないわけです。だからテレビ局やりたい放題ですよ。おかしいでしょ皆さん。私たちがね毎日毎日ね見ているこのテレビ、これ公平だと思います？中立だと思います？思いません。思わないでしょ。どう考えてもおかしいじゃないですか。で今ねようやくその放送法を改革しようということを安倍首相が言ってるわけですよ。いや放送法を改革しようって言ったらねもう真っ先に反対してるテレビ局があるわけですよ。放送法をね反対、あ放送法をね改革しよう、放送制度を改革しようと安倍首相が言ったらですよ、日本テレビの大久保社長が何と言ったか、仮に報道通りの内容であるならば民放事業者は不要だと言っているのに等しく、とても容認できない。日本テレビの大久保社長、放送が果たしてきた公共的社会的役割について考慮がされていない。皆さん放送が果たしてきた公共的社会的役割って一体何なんですか。そんなに立派な公共的な放送を今まで日本テレビやってきました？日本テレビってね勘違いしてる人がいるんですよ。日本テレビは自民党の応援団だって言ってる人がいるんですよ。これ全く違いますからね。日本テレビってその確かに読売新聞と資本提携してるんだけれども、日本テレビの報道内容を見るととてもとてもその安倍政権に対して好意的だとはとても思えないんですよ。かつてね安倍首相が
都知事選挙の、あ、都議会議員選挙ですね、都議会議員選挙の時にね、秋葉原で演説をしましたよ。で、その時に反日左翼勢力が秋葉原に集結して安倍首相の演説を妨害したわけですよ。それでね、安倍首相がこの自分の演説を妨害する人たちに向かってですよ、こんな人たちに負けるわけにはいかないと言ったわけですよね。こんな人たちに負けるわけにはいかない、選挙に勝つためなら何でもやるような、こんな人たちに負けるわけにはいかないって言ったんですよ。そしたら日本テレビはね、その安倍首相の言葉をね、勝手にね、はしょって、選挙に勝つためなら何でもやるって言ったのかな、なんかそういうテロップを出したわけですよ。しかし安倍首相が言ったのはそうではなくって、選挙に勝つためなら何でもやるような、こういう反日勢力に対して私は決して負けるわけにはいかないって言ったんですよ。これ全然意味が逆でしょ。180度逆のね、報道を日本テレビはしたんですよ。だから皆さん勘違いしないでくださいよ。日本テレビは決して安倍政権に対して好意的ではない、それどころかとんでもない嘘を流しています。それからですね、テレビ朝日の早川会長が何と言ったか、早川会長はですよ、この今進められようとしている放送制度改革について NHK 以外は不要という意味であろうか、まるで民放は不要であると言っているように受け取られ、正直驚いている。民放の実情、実態、歴史的意味を踏まえた丁寧な議論を求めたい。早川会長、テレビ朝日ね、テレビ朝日、規制を撤廃すれば目を背けたくなるような過激な暴力、性表現が子どもに直接降り注いだり、外国資本が放送局を設立すれば安全保障上の問題もある、視聴者から拒否反応もあると思う。まあ、早川会長ね、そもそも言ってることがね、全く間違ってるんですよ。例えばね、この外国資本が放送局を設立すれば安全保障上の問題もあると言ってるんだけれども、では今テレビ局の株主って外国人どれぐらいいるんですか。今テレビ局の株主って外国人がもう 20% 以上いるんですよ。それで今更ね、外国資本が放送局を設立すれば安全保障上の問題もあるって、これ笑えません？笑えるでしょ。今でももうすでにね、株主の比率が 20% 以上外国人なんですよ。しかもね、株主だけじゃなくてテレビ局の中にも外国人が入り込んでるじゃないですか。テレビ局の職員、それから下請けのプロダクション、朝鮮半島出身者、中国人、たくさん入り込んでるじゃないですか。なんでこんな今更ね、散々今まで外国人を入れてね、反日的な放送やりたい放題やってたくせにね、いざ自分たちがね、規制改革されそうになったらばね、外国資本が放送局を設立すれば安全保障上の問題もある？本当にね、これ笑えますよ皆さん。外国人が放送局の中に入り込んでることこそまさに安全保障上の問題じゃないですか。皆さんね、テレビって私たちの公共の財産である電波ですよ。電波っていうのは公共財ですよ。この公共財を特権的に安く使い、自分たちの商売をしてるわけですよ。でね、あまりにもね、この商売やりたい放題をやってるわけですよ。これに縛りをかけるのが本来放送法の役目なんだけれども、放送法が全く縛りの役割が果たせていないわけですよ。
それでね、安倍さんが今言っているのはですよ、結局放送法4条はもう撤廃しましょうってことを言ってるわけですよ。放送にね、もう公平とか中立とかね、まあ、そういう尺度を求めるのはもうやめようと。その代わり、さまざまな新規の参入を許して、お互いに競争をさせましょうと。そしてね、インターネットも通信も一緒に、地上波も一緒に競争して、そうすればね、つまらない放送とかね、あまりにも偏ってる放送はみんな見なくなるわけですよ。だからそこにね、競争原理が働くわけであって、まあ、自然にいい放送局が残るという、まあ、自然な競争原理が働く。これどこが悪いんですか、皆さん。悪くないでしょ、決して。そもそもそのアメリカではですね、もうあの1980年代にこの放送の公平中立というフェアネスドクトリンというのはね、これもう1980年代にアメリカではなくなっているわけです。だからつまりこの放送局は政治的に公平だとか中立だとかね、もうそもそもそういう基準はやめましょう。だから共和党のその支持の放送局があってもいいし、民主党支持の放送局があってもいいんですよ。ただ問題はそれを見る人がね、この放送局はどういうスタンスで放送してるかということが分かればいいわけなんですよ。日本が問題なのは、その見る人にとってその放送局のスタンスが分からないということが、これが問題なんですね。見てる人はいかにも公平中立であるという先入観で見てるんだけれども、実際には全く公平ではない、ここが問題なわけですよ。だから外国はもうとっくにね、この公平中立というこの枠を外して多チャンネル化に踏み切ってるわけですよ、もう20年も前に。私はあのこの間ね、フィリピンへ行ったんですけどね、フィリピンっていうのはもうとっくに多チャンネル化が実現しております。このフィリピンの、レイテ島っていうところに行ったんですよ。まあはっきり言ってものすごい田舎ですよ。まあ、フィリピンはね、マニラとかそういうところは確かに都会ですけれども、まあ、島嶼部の方へ行くと大変貧しいし、はっきり申し上げて、まあ、私たちから見たらば非常に遅れている生活をしているというふうに言わざるを得ません。しかしですよ、このテレビに関しては全く日本よりも進んでるんですよ、フィリピン。私も驚きましたよ。このフィリピンのレイテ島というね、このど田舎のホテルに泊まったんだけれども、このど田舎のホテルがですよ、チャンネルは60ぐらいあるんですよ。でこのチャンネルはね、60ぐらいあってね、どれを見ていいかわからない、もうどれを選んでいいかわからないぐらいの多チャンネル化がすでにフィリピンでは実現しているわけです。そしてね、ここで FOX ニュースっていうのをね、私見たんですよ、フィリピンで。 FOX ニュースっていうのは、まあ、トランプを大統領に押し上げた共和党系の放送局なんですけれども、私たちはね、この FOX ニュースっていうのをただ名前で FOX ニュースってよく聞くんだけど、一体どういう放送してるのか知らないじゃないですか。知らないですよね、 FOX ニュース。しかしこの FOX ニュースっていうのはね、もうすでに2000年代にアメリカの CNN を視聴率では抜いている放送局なんですよ。こういうその放送局の存在があって初めてトランプさんが大統領になれたわけなんです。だからね、私たちいかにね、この放送改革という点ではね、後進国であるかということを、また私フィリピンに行ってね、実際につくづく思いましたよ。ああ情けないなって、日本はこんなに後進国なのかって思いましたよ。私たちはね、情報を本当にその制限されてるんですよ。この情報をもっともっと、本来私たちが知るべき情報を知るために、電波オークションというものが必要だと思います。電波オークションというのは、要するに電波をね、そのもっと新たなその新規の放送事業者に開放して、もうさまざまなね、新しい放送事業者を取り入れて、そして電波をもっとたくさんの、ね、事業者からこの使用料を取ればですよ、税金になるわけですよね。これ総務省にとってもおいしい話だと思います。この電波オークションというのをね、
OECD の加盟国の中でですよ、まだ電報オークションを実現できていない国っていうのはなんと3カ国しかないんですよ皆さん。電報オークションがですねまだ実現できていない国というのは OECD の中でアイスランドとルクセンブルグと日本しかないんですよ。恥ずかしいですよね。そして東アジアでまだ電波オークションが実現していない国っていうのは中国、北朝鮮、モンゴル、日本、この4カ国しかないんですよ。恥ずかしいと思いません？つまり日本以外はみんな共産主義の国じゃないですか。自由主義の国でね、電波オークションがまだ実現できていないのは東アジアで日本だけなんですよ。恥ずかしいでしょ。どこの国もみんな電波オークションやってるんですよ。どこの国もみんな多チャンネルかなやってるんですよ。台湾だってねチャンネル100ぐらいあるんですよ。日本だけなんですよ。こんなにねチャンネルの数がね6しかないじゃないですか。今 NHK とそれから民放5社しかないじゃないですか。私たちがいかにねこの不当な放送のその、まあ、既得権益ですよね。結局テレビ業界が反対するからね、いつまでたってもこの放送法が改正できないんですよ。だから皆さんね、私たちが政治家ができないんだったら、私たちが早くこの放送法を改革して電波オークションを実現するように声を上げていきましょう。皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。